決勝スタート。12台のモンスターマシンの轟音が20周先のチェッカーを目指して響き渡る。勢いよく1コーナーに突っ込んだゼッケン14岩橋だが、ゼッケン8片山にラインを塞がれ、ゼッケン15ピーター・ゴダードがホールショット。ゴダードに続いてはゼッケン5日渡し、ゼッケン14岩橋、ゼッケン19本間、ゼッケン8片山というオーダー。ディフェンディングチャンピオンゼッケン1伊藤はヘアピンでミス、最後尾にポジションダウン。
んと変わらないタイム、タイヤがもうだいぶちびってからね、変わらないタイムでいて、だから後半はすごい自分でもまあ90点以上の点数をつけられるんですけどね、前半はもう50点以下ですね。まあこれでそのレース感もだいたい取り戻せましたからね、次はすごいいいと、まあ真ん中いけると思いますけどね。前半戦を終わってポイントランキングは依然藤原がトップ、10ポイント差で伊藤が2位、岩橋も3位にランクアップしてきた。まだまだ予断を許さない 500cc クラス。